性教育についてなんですけどもですね、これ性教育が不十分なために、児童の着替えの男女同部屋であったりですね、性感染症が増加したり、不妊や避妊がきちんとできておらず、望まれぬ妊娠出産があって、それがために生活保護の利用率も高いというようなことが岸和田と大阪で起こってるんじゃないかというような考えのもとですね、性教育はなかなか学校でできないんですよね。で、それを例えば人形を使って具体的にやったりすればですね、例えば東京であったのは特別支援学校で知的障害の子どもさんが性的な暴力にさらされるとかね、まあ、騙されてというようなこともあってはいかんということで人形を使ってやったところですね、東京都議なんかがそれは非常にエロティックであるというようなことを言うてですね、で教員を処分をするというようなことがありました。これも最終的には最高裁まで行って処分は撤回されたわけですけども、そういうことされたらですね、学校現場はそれをやりにくくなりますよね。でどうすんねやというようなことで、具体的にそれ言われへんねやったら今絵本がたくさん出てるからそれについてですねお知らせをしてくださいよということで、学校教育課と図書館にお話をしましてですね、図書館に選書してもらって学校教育課がもう一回こうキャプションをつけるような形でね作っていただきました。岸和田市のホームページに載ってます、このおすすめの本、性教育の本というところです。 PDF になってますので、どうぞこれをね皆さん使っていただければというふうに考えてます。例えば千代松市長泉佐野のねと話した時なんかでも、まあすでにこれ入手をされておってですね、これはまあええことをやっていただいて私にも使いますよということを言うてもろたりしてます。で、まあ、南大阪の議員なんかにもお知らせをしてるわけですよ。ぜひこれ概要欄にリンクを貼っておきますのでですね、見ていただいたらというふうに思います。まあ、小学生から中学生の子どもさん向けですよね。で、性的マイノリティのことについてもいろいろと話を書いてますね。まあ、小さい子どもさんであってもね、いやと言おうよというようなことが分かるよねということで、これもつけていただいてですね、私もこれこういうふうにこう書いたらいいんじゃないんですかというような話もしました。これプライベートゾーンですから、基本的にこういうところはまあ口元は仕方がないと見えますけどもね、だけどもまあ人に見せない、触らせないというようなところですよというようなことで、こういう絵も作っていただいております。で、これがですね、これ大阪府の感染症の情報センターではですね、これ2021年の7月分なんですけどもね、大阪の性感染症の罹患率っていうのは全国平均より高いんですよ。で、これもちろん性感染症になれば不妊になるというようなことも可能性が上がってくるということなんですよね。で、岸和田市においてはですね、合計特殊出生率は高いんですよ。で、府内トップクラスであるということを、これ2019年かな、その時に大阪府から来た土佐副市長がこれ言うてますよね。で、点数が多いんですよねというようなことを言うてるんですけども、その中でですね、合計特殊出生率高いけども出生数が低いのは20代30代の女性が転出していると、まあ、若い人がどんどん転出してるんで、これ女性に限らないんですけどもね。で、じゃあこれどうなるかというとですね、まあ、残ってる女性もおるわけですよ。残ってる女性がいてるわけですね。ここ転出してんのになんで合計特殊出生率が高なるかということですよ。数は低いんですよ。母数となる女性の数がどんどん減ってるからです。でも残ってる女性はどんどん子供さん産んでるという意味ですよ。なんでこんなことになってんのかということはですね、男が逃げて女性一人親となって生活保護を利用する率が高くなるんじゃないんかというふうに私仮説を立ててですね、比べてみました。なら、母子世帯の数値は取ってるけども父子世帯の数値は取ってないというふうに言うんですけども、まあ見てください、これは保護者、生活保護を利用する全体数、これ4600分の
母子家庭380です。これね、2018年もこれ4000で300でしょ。まあ、大体これ1割ぐらいというふうに見えますよね。これつまりですよね、これ結局私が仮説を立てた、男が逃げて女性は一人親となって生活保護を利用するというようなことが多いんじゃないんかということですよ。これはもちろんそれは偽装離婚であったりですね、まあ、恋人が支援しているというようなこともある可能性はあるんですけども、それ全部が全部そうじゃないでしょというような話にもつながってくるわけですよね。でこれ、まあ、生活保護っていうのは基本的には岸和田市の金使いませんから、一時的には建て替え分で出しますけども、全額これ国の金です。国の金なんだから、だから生活保護の皆さんいらっしゃいよということにはなかなかなりにくいわけですよね。これ生活保護のお金で潤うのは近隣のスーパーであったりですね、生活にも必ず使うようなものは買えますけども、少し高価なものであったりですね、まあまあ基本的にはガソリンスタンドもあんまり行くことないでしょうね。まあバイク持ったりとはありますよ。車も特別な場合には持っていただいても構いませんとなってますけども、基本的にはまあ自転車で移動してねということになってますから、ほんなら経済自体がですね落ち込むわけですね。外食なかなかできないよねってなってくればね。ならそういうような、まあ生活必需品を売ってるような店についてはですね、まあ物を買うてくれるよねということには言ってはなるんでしょう。ただ贅沢にアイスクリーム買おうかいということにはならへんやろし、まあ、かっぱえびせんを今日も買いましょうかとか、チョコレート買いましょうかというふうにはなりにくいですよね。でだから経済としての活気がなくなるよねということなんですよ。でもちろん税金は払ってはいただけないので、むしろ税を出してますからね。ならそれはどうなのというような話なんですよね。でこれ線の貧困についてもいろいろ、まあ私もやりましたけれども、職場のですねこの労働者の生理休暇というかような観点から見ればですね、日本全体では一般企業を大企業入れてですよ、 1% 大企業だけにすればもうちょっと高いのかも分かりませんけどもね、で 1% ぐらいと言われてるんですよね。ほなそういう中で役場なんぼやねんという話をすればですね、1265人の女性職員がおってですね、そのうち22人しか生理休暇を利用していないということですね。で総利用数が107日、つまりまあ1人の方がだいたい5回ぐらい、5日間ぐらい使っているというような計算になるわけですよね。で人数ベースで言うたら 2% 切ってるやないかいという話なんですよね。でこれはあかんよねという話なんですよ。でしかもですね、これ正職員については有給なんですよね、3日以内。ところが会計年度任用職員、非正規のいわゆるバイトですわ、そういったようなバイトの方っていうのはどんどんと今増えてます。で職場全体の今何パーセントかっていうのはそれ調べてないんですけども、もう如実に増えてるわけですよね。ならそういった方々の生理休暇は無給ですから、だから体調が悪かってもそれ出てきてくれんと困るよねというか、出てこないと生活に差し障りがあるよねというふうになるわけです。会計年度任用職員の時給は一般職員でまあ2000円ぐらいとすればですよ、その方々がまあ半分ですよね、最賃がまあ半分1000円ちょっと切るぐらいですから、そのような最賃で働いていただいているような方々にですね、さらに休みも有給もやらんでというような、どんな劣悪な労働環境やねんというふうに考えるわけですけどもね。で、まあ、職員であって休めますよというふうになっててもですね、こんだけ休めないということは結局上司はおっさんやろと。でおっさんに若い女の人がですよ、お腹痛いから休みますよということをその言えるかっていうことですよね。ほんまに入院するぐらいの病気であればそれは言えるでしょうけども、そうでなければなかなか言いにくいと。でこれはやっぱりその性教育をきちんと管理職とかが受けてないからでしょうということで、まあまずは管理職に対して先ほどのこういうような本ですよね、このリストも含めて、まあ、本読んで、しかも管理職研修っていうのがありますから、その時にはですね、そこで
性教育の内容であったりとか、まあ、生理休暇を部下の女性が言うてきた時に取りやすいような職場環境をしとかなあかんでという話を、そらしてくれんとあかんでという話をしております。これ多少まあマシになったらええんでしょうけどもね、だいたいこれ部長職でですね、女性は本会議見てもたら分かりますけど一人しか行ってませんよ。で泉大津、まあ、よそ見てみてるんですけどね、泉大津でこじんまり16人ぐらいしかいてないんですよ。記者は30人ぐらいです。倍ぐらいおんの、1人しかおらへんんですよ。で泉大津で16人のうち4人が女性であるというようなこともありますからですね、ぜひとも女性が働きやすいいい職場にしてもらわんとあかんでというような話で、そのためにはですね、これがまあ活用をされたら、岸原だけちゃいますよ、いろんなところでねこれも活用されて、さらにまあ新しいでしょ、2020年とか2021年とかね、でこれ新しいですから、さらにまあ新しいもんが出てきて、でさらにこれ参考の本としてそっちの方がええよねというようなことになった場合にはですね、これ何年かに1回これブラッシュアップをせんとあかんでというような話もしてます。ぜひともこれでですね、岸和田の子どもたちを含めて南大阪の子どもたちが性教育をきちんと学ばれるというようなことを希望をしてですね、まあこれで何らかのというか、まあ本人が不幸にならないためにですね、これをぜひとも活用をいただきたいと、現場の教員も含めてね、よろしくお願いをいたします。